リチウムイオン電池は今どんどん大型化が進んでいます。大きくなることで内部抵抗もどんどん小さくなっています。大きくなることで電気計測を行う時のプローブのケーブルが大きなループを描き、ノイズの影響などをたくさん受けてしまいます。この問題は AC 抵抗測定ならではの問題なんですが、電池の測定に DC の抵抗計は使うことができません。この動画ではこの後 AC と DC による違いや金属による影響などの実験を行っていきます。その結果から大きなリチウムイオン電池の内部抵抗を測定するには 100Hz よりも低い低周波で測定することにメリットがある、測定が安定するという結論に至ります。私たちは測定周波数を任意に変えることができる BT4560 をおすすめします。それでは実験を進めていきましょう。これは今回行う実験の配線レイアウトの概要図です。これは自動車向けなどの大きなリチウムイオン電池を測定する際に実際に起こってしまう配線を模擬しています。今回の実験では内部抵抗が非常に小さな電池の代わりにショートバーを使って実験を行っていきます。このように4端子測定になっています。まず1つ目の実験です。 AC 測定と DC 測定で同じものを測ってどれぐらいの値の差が出るのかを見ていきましょう。まずは BT3563 1kHz の測定です。 0.3375mΩ になっています。次に BT4560、 こちらは同じく 1kHz での結果です。今回 BT4560 は4端子対と4端子を変換するジグを使って4端子測定で実験を行っております。同じ 1kHz で測定しているのでほぼ同じ測定値になっています。そして3545直流方式の抵抗計で測定した結果になります。ご覧のように直流で測ると交流の時と異なった値になります。これが AC と DC の違いになります。周波数を変えることができる BT4560 で 1kHz から 1Hz まで周波数を変えていって、その結果をプロットしていきたいと思います。周波数をどんどん下げていくとだんだんですね、直流の抵抗計で測った値に近づいていく、 100Hz を切ったあたりからほぼ同じ値になっているということがわかりますね。最後に 1Hz の測定結果、もうほぼ同じ値になっています。こちらが結果です。さあ2つ目の実験を行います。 AC 方式の測定では金属が近くにあることで電磁誘導の影響で測定値が大きく変化してしまうという現象が起こります。実際に見ていきましょう。BT3563 を使って測定しているところに金属の板をケーブルに近づけていきます。測定の値を注目してください。ケーブルに近づくと測定値が大きくなり、遠ざかると測定値が元に戻っていきます。これが電磁誘導の影響になります。次に直流抵抗計 RM3545 を使って同じ実験をします。全く値が変化しません。これが AC と DC の違いになります。ソースに流れる交流信号が原因で金属の上に渦電流が発生し、その渦電流からさらに発生する誘導磁界、これがセンスのループの中に飛び込んできます。次に条件を揃えて定量的な実験を行っていきます。このように測定ケーブルの上に金属の板を置いて実験を行います。 BT3563 1kHz の測定結果です。まずは金属の板を置いていた時の結果 1.46mΩ、 次に金属の板を外して元に戻します。この状態では 0.3375mΩ になります。これが 1kHz での影響量です。次に直流抵抗計 RM3545 で同じ実験を行います。まずは金属の板を置いていた時の測定結果からです。続いて金属の板を取り外して元の状態に戻します。この時の結果全く同じ、微動だにしていません。
ここからは BT4560 を使って実験を行っていきます。4端子対から4端子測定に変換して行いました。まずは鉄板をケーブルの上に置いていきます。 BT3563 の時と同じような動き方をしています。次にケーブルから鉄板を取り除きました。さあ、ここからは最後の実験です。 BT4560 の周波数を変えていきます。試験はこのレイアウトで固定して行っていきます。それでは周波数を変えていきます。 1kHz からです。直流抵抗計の結果と全く違いますね。ここから 900Hz、800Hz とどんどん周波数を下げていきます。画面右上のプロットグラフを見ていただくと分かるんですが、青い線、これは先ほどの金属板がなかった時の試験結果なんですが、今回の緑色のグラフ、金属板が近くにある状態では周波数による違いがかなり大きくなっていることが分かります。こちらが今回の実験結果です。今回も 100Hz を下回ってくると金属板による影響がかなり小さくなることが示されています。今回のまとめです。近年大型化が進むリチウムイオン電池の内部抵抗を安定して測るには 100Hz よりも低い周波数を使うことをお勧めいたします。測定周波数を変えることができる BT4560 は大型リチウムイオン電池の測定に最適です。